年ゆうてのリーダーとしてハロプロ生活を駆け抜けた萩原舞さん。その後は会社を設立し、アパレルブランド、ビズミーを運営する実業家と華麗なる転身を遂げましたね。ただ、今なお気になるという人が多いのが、アイドル時代の主に初期、なぜ彼女がサングラスをかける機会が多かったのかということです。何か病気など抱えておられたのでしょうか？はたまた、2021年現在は結婚も果たした彼女ですが、いかがお過ごしなのでしょうか？萩原舞のプロフィール、愛称、マイマイ、ハギティ、マーブルちゃん、ETC。本名、萩原舞、結婚前。生年月日、1996年2月7日。身長、158センチメートル。出身地、埼玉県。最終学歴、日の出高校、設。所属事務所、ウィズミー。目次、萩原舞が会社設立でアパレルブランド運営。萩原舞がサングラスのなぜ、萩原舞が結婚、萩原舞の2021年現在、萩原舞が会社設立でアパレルブランド運営。オーディション時に、つんく男性のマークと書いて、と呼び捨てにした度胸は、経営者向きなのかもしれません。2018年9月13日に株式会社ウィズミーを設立した萩原舞さん。姉のリンアオさんと共にとのことですが、代表取締役には萩原舞さんの名前がありますね。社名の由来は、私と一緒にとのことで、舞をもじったそうです。その事業内容は、アパレルブランドということで、お二人のセンスが遺憾なく発揮されているのですが、例えばこちらです。アズローン美容鍼灸、鍼灸治療院のユニフォームを手掛けていました。注目すべきは胸ポケットのアズローンの文字でしょう。胸ポケットに文字が収まるようなデザインが一般的な中、なんとそれをずらしておられます。AZ が胸ポケットからはみ出ていて、R がその縫い目を横断するような感じですね。これまでありそうでなかった、それでいておしゃれなデザインです。さらに、袖の部分には、ウィズミーのロゴも入っていましたね。これは、学校側の計らいだそうです。萩原舞さんが袖で見守ってくれていると思うと学生さんたちもモチベーションアップでしょう。一方、コンセプトとしては、斬新奇抜をモットーに、様々なものやブランドと化学反応を起こすことにも重きを置いておられます。その一環と言えるでしょうか。萩原舞さんがお召しのこちらの赤いロング T シャツは、シルクスクリーンワークショップにて、スクイージーがその場でプリントしてくれるというものなのだそうです。白いロゴを胸のあたりにプリントしたデザイン、可愛くもありかっこよくもありですね。また、モデルに萩原舞さんとリンアオさんを無料で使えるというのも、ウィズミーの強さですね。他にも、ミニマルバッグやエコバッグなども制作されているこちら、ぜひ手に入れてお出かけしてみたいものです。萩原舞がサングラスのなぜ、とシーユテが結成間もない頃にリリースした、いわゆるインディーズ三部作。これらのメガボルトでは、ただ一人サングラスをかけて佇む少女が出演しています。その正体こそ、萩原舞さんでした。ただ、なぜサングラスをかけていたのかというのは、正式な説明がラストライブ後も明かされぬまま、ドシーユテは解散となってしまいました。そのため、有力視される説が残っているのみで、真相はおそらく、神の溝知る、ならぬ、つんく男性のマークの溝知る、というとのろでしょう。しかし、大まかに分けると一つの物語と一つのコンセプトがあるでしょうか。
者は掲示板サイト界隈で一世風靡したという萩原舞さんの目の病気説です。わずか6歳でオーディションに合格した萩原舞さんは、幼くしてフラッシュやライトを浴びすぎたため、目が悪くなったというものですね。ライブでは、矢島舞美さんが、サポートしながら彼女に観客の様子などを伝え、決まって、今日も萩原舞さんの内輪を持った人が体勢いた胸を教えてあげたという献身的、感動的秘話が勝手に創作され、コピペで広まったそうです。しかし、これはあくまでファンの手によるお話ですね。もう一つのまだ現実的と思えるコンセプトの方は、フィンガーファイブの真似ですね。確かに、デザインも似ているでしょうか。コアなファンの方によれば、萩原舞さんには元来、日本で最もサングラスの似合う小学生という内容のキャッチフレーズもあったとのことです。その割に、ついたあだ名は DJ マイマイだったとなると、運営とファンの解釈にズレが生まれている感が漂ってきますね。実際のところ、当時の萩原舞さんにもなぜつけているかはわからなかったそうです。しかし、ドシーウテのラストライブでもサングラスをかける機会があり、最後までかけられて幸せだった旨をブログに綴っていますね。最終的に気に入っていたのなら万々歳でしょう。萩原舞が結婚、オーディション合格時、6歳だった萩原舞さんも2021年には25歳となりました。それでもまだ早いような気もしますが、同年8月に結婚を発表されましたね。お相手とは出会いから約1年のスピード婚ですが、同い年の一般男性とのことで、それだけ息もあったのかもしれません。妊娠はしていないとのことで、授かり婚ではなさそうですね。この吉報には、つんく男性のマークさんも寝耳に水という感じです。まず、どうもこうもない、と反応すると、すぐさま彼女の名言をもじって祝福していました。その名言とは、彼女がオーディションの感想を聞かれた時に発したあれですね。楽しかったはまだ良いとして、その前に発したつんく男性のマークと書いてです。この言い回しはファンのみならず、つんく男性のマークさんもかなりお気に入りで、フジテレビ系 2016FNS 歌謡祭の時も、つんく男性のマークの部分をドシーウテに変えて同グループをねぎろうなどしてきました。今回は、そこを結婚に変えて、最後を良かったとしています。本当にフレーズとともに萩原舞さんへの愛が伝わってきますね。気になるお相手との相性も、萩原舞さんが彼といると見逃してしまうような小さな幸せも大きく感じられ、かつお互いに幸せと言える関係との旨を綴られていました。また、非常に優しく萩原舞さんを支えてくれるそうで、普段、代表取締役という責任あるポジションに座る彼女の緊張感なども癒してくれているのではないでしょうか。これからの末永いご夫婦の幸せを祈りたいですね。萩原舞の2021年現在、肩書きは代表取締役、結婚もして、モードシーウテの頃の萩原舞さんからは遠い存在になってしまったのではないかと思われるファンの方もいるかもしれません。しかし、彼女のツイッターを見れば2021年現在も、あの気さくさはそのままだということがよくわかります。まずは新婚生活ですが、なんと8月27日が誕生日だったということで、同日には愛の手料理が投稿されていました。洋食が良いという旦那さんのリクエストに応え、地中海料理を想起させる様々な料理が並んでいました。
輪切りのレモンがおしゃれですね。また、ワインに凝っているという萩原舞さん。一方、誕生日にはビールを飲もうという投稿や、その後も仕事終わりのビールがうまいといったお酒に関する投稿も多くなっている印象です。それでいて、あのスタイルキープが素晴らしいですね。また、なんとインフィニティ国際学院という通信制高校にて、ロールモデルナビゲーターというものに就任しておられました。これは、生徒さんたちと年齢の近い彼女が、その経験を伝えるという旨の役職だそうです。元アイドルではなく、あくまで起業家としてのオファーのようですね。萩原舞さんからは、固定観念に引っ張られることなく、また、誰かになろうとするのではなく、自分らしさを発見しようとの内容のメッセージが添えられていました。幼少の頃から大人たちに囲まれて、ファンに囲まれて、様々な経験をしてきた彼女だからこそ、生徒さんたちに響く話や考え方も伝えられるかもしれませんね。